今回二人きりの対談を初めて。そうだね。お願いします。お願いします。一応自己紹介。あ、お互いに、はい、あ、すいません、庄屋でボーカルやってます寺田恵子と申します。よろしくお願いします。なんか庄屋の寺田恵子です。ネモフェラのまゆです。よろしくお願いします。じゃあ自己紹介しろって言われてね。はいはい。ではまず2人の出会いをちょっと振り返りたいなと思うんですけど、まゆさんが寺田さんに初めて会ったの、はい、覚えてますかっていう話です。私が最初にお会いしたのはロッククラブであの撮影させていただいた時、うん、違うんだよ。あの、はい、そうそう、 YouTube のロックラブやった時が、あのだから喋ったのはそれが多分初めてかもしれないんだけど、はい、あ、おはようございますみたいな感じで、はい、私は多分下北沢のゴールデンですよ。出会いは出会いは下北沢のガールで、キュートガールだっけ。いや、はい、それあのそうバカモンガバカチンガー。そうですよね、そうか。ナオノヤオのあのイベントの、なんてあのそこに、そうキュートガールズナオノヤオへの道だっけ、はい、なんかそういうイベントがまああって、その時に出てたの。そうですね、オーディション。そうですね、君私大事なことを。そうです、それがきっかけで。本当ですね。そうですよね。そうだ、そう、私はそうそうです。で出てて、うん、あの恵子さんは見てもらったんですけど、うん、私は恵子さんの多分こう仁王立ちしてこういう姿を一瞬見たかな見たかなって。でも仁王立ちはしてました。らしいでしょ。それで見てた。だからちゃんとこうお会いするってなったのは YouTube のロックラブなはずです。だからこう印象がなんだろう、私がただ見ただけっていう感覚になってましたね。そう、喋ってないです。お疲れぐらいもしかしたら言ってる可能性はあるけど、あのこう、あ、そう、お写真撮ってます。写真撮ってます。あっち行け、お前はあっち行け。すいません、写真撮ってます。なんか多分終わった後に、そうです、キャプテンさんと恵子さんと楽屋でちょろっとなんか声かけてないかな、私お疲れみたいな。はい、あの普通の方が普段のが可愛いねとかって、あの政府の時よりも普通の方が可愛いねって私声かけてなかった。僕話してますだよね。はい、すいませんでした。ちょっと待って多分倍以上生きてんだよ私。倍以上生きてる。あんな大勢の人の中で覚えてるんです。あの人生倍以上生きてるんですか。何人と出会ってると思いますか皆さん。多分でも前さん緊張してたんです。いや、してました。そんなの許さない。優しい。なんかそんな、そうだ、あのそうです、挨拶できるんですかみたいな、そういう感じだった。ちょっと記憶はある。はい、僕は聞いてましたね。ですよね、私話しかけてましたよね。あのね、メイクやめたら言ってましたよね。言ってました。ビジュアルが違ったんですよね。そう、だからステージの時のメイクと、あの楽屋でもうステージが終わった時の化粧落とした顔の印象があまりにも違いすぎて、私はそういうふうに話をしたんだよ。はい、メイクしてない方が可愛いじゃん。はい。そうでした。もうそうでした。ロックだよ、だって。めんちゃん、はい、相当やばいね。やばいですね。やばいですね。で、その後、まゆさんは、はい、ネモフィラを見た、ネモフィラじゃない、ネモ
前に、はい、お名前を見に行ってきたんです。多分それは、うん、合ってない、そこは合ってないと思う。で、その時にあのネモフィラの曲でライブって言ってた、はい、それの曲の歌詞、マリさんが書いてるんですけど、はい、魔王の闇みたいな印象を書いてくれてたっていう、本当です。あの、いい曲だよ。あ、ありがとうございます。めちゃくちゃいい曲だよ。そうですね。あのステージ、こう日比谷の野外音楽堂で、あそこのステージでこの曲をどうしても歌いたいっていう風に、うん、こうナオの矢を見て、うん、思って、うん、その歌詞を作ったっていうのは本当です。はい。めっちゃくちゃ好きやん。あ、嬉しい。あの曲うちのメンバーに評判いいね。あ、本当ですか。あの曲って言い方も変だな。 いい曲いっぱいあるけど、スクリームじゃない曲が、うん、ライフくらいしかないので理解してもらえるのがもうなんかこうなんていうの、あのあのなんていうの、そのミュージックビデオっていうの、はい、とかさ見るとさ、だいたいうわそう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 。でもなんかなんだろうな、詩もそうだし、うん、あの曲歌ってる時の眉のなんていうの、なんか歌のその対する思いとか姿勢みたいなのは多分普通の人も感動すると思うんだけど、ボーカルだから余計なんかいろんなこう思いとかがさわかるじゃん、ある程度、はいはい、本人じゃなくても。だからすごいいい曲だなとか、あの曲聴くたびになんかこうグッとくる。あ、うん、ありがとうございます。うん、うん、やってる。そうですね、やってるやってる、はい、1回目無観客でもうあの曲歌って、うん、うん、で泣いてるんですよ、うん、いや出れたっていう喜びが。でもあれ外気あるよね。そうですね、うん、曲もそうだけど、だ無観客でも、でも無観客って感じしなかったでしょ。あ、全然あのまあこう関係者の方とかはこういるっていうのもそうですし、うんうんうん、まあそうですね、あの場に行って無観客だなとかっていう風な印象っていうのはあんまなかったですね。ないよね。そうなんだ、不思議だったんだよ、うんうん、あのお客さんが入ってなかったけど、うん、あのなんていうかな、その配信だけだったけど、やっぱりのなんていうモニターであのみんなのコメントとかも、うん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 、あのステージ上からのあのモニターにも映し出されてたし、舞台袖にもねコメントがバーって流れてきてたからね、うんうん、だからなんかみんなと一緒に同じ時間をなんていうの、一緒のその場所じゃなくても、はい、なんだろうな、離れててもなんかつながってる感覚っていうのがさ、うん、あったから、なんかステージに普通にお客さんがいてマスクして何にも喋んないでこうやってこういう風にやられるよりも、うん、なんだろう、会話してる感じはすごくありました。あったよね。ありました、ありました。それが1回目で、2回目が、今年。今年。そうそうそう。大雨の。で、ちょっと待って、誰か雨女いない？多分いるんですよ。誰？多分ですけど、うん、ベースの原ちゃんかな。原多分ですよ。来年ちょっと原ちゃん遠慮してる。うん、うん、はい、あのネオフィラのライブに出て、はい、曲、まあ、この曲っていうのは、まあ、ヒプノシスとか、はいはいはい、曲もそうなんですけど、見てて、あ、よく社長とも話しするんですけど、動きとかが、うんうん、なかなかこういって思うところが、はい、ところどころあったりして、はい、これってこう無意識に出ちゃってるものなのか、意識的に研究されてるのか。なるほど。なるほど。なるほど。まあご本人を前にしてなんですけど、あの意識はしてるんですよ。してる節をこう自分なりにもアレンジはもちろんしてるんですけど、髪の毛の振り上げ方とかは完全に恵子さんの真似をしてます。おお。でも、え、何が？切っちゃったけどね昔なだから長い時と短い時と両方あるから、ただあの長い方が首に負担ないかな
なっていう。あ、まあ、確かにそうですね。こう、そう大きくモーションが起きるから、うん、だからゆっくりでも彼がパッて、ね、だから本当に一瞬だけど、あのクッてやるだけでバッサッとなるもんね、うんうん、なりますね。でも眉とかはさ、ダンスやってたでしょ、はい、あ、やってました。だからリズム感とかは、はい、もう全然ほらうちらなんかよりもあのいいんですよ。そう、うちらほらこういう動きしかできないそう、うちらのね、ダンスってすごい笑えるから。そうなん、ダンス対決やってみる。今度やりたいです、やりたいです。あのうちにもあの変わった動きする子いるんですよ。どこ誰だ、下手ギターにいるんですけど下手ギターの方が特殊な動きをするんですけども。そう、はい、へー、そう、下手側は特殊な人が多いってこと？うちも下手が、あの動き特殊なんですよ。そう、何でもできるけど、三号の踊りは古い。あ、そうなんですね。いつの時代みたいな。まあ今ほらまたこういうのも流行ってきてるから、うん、昔の映画がね、そうですね、流行ってきてるからいいんだけど、うん、あのもうこうやったりとか、本当にこうやこういういつの時代なんだよっていう動きがね、あれだけど、でもあの踊りは上手で、リズム感もいいし、うん、はいはい。ちょっとさ、イメージとしても動きやすいうん、寺田さんのが女性的で、うん、マリさんのが男性的に見える。ああ、そうですね。私も本当にそう思っていて、結構自分がカジュアルな動きの方がこう見せてて好きって思うんですけど、うんうんうん、女性らしくしようみたいなこう優美な感じっていうのは、うん、どちらかというと出そうと思ってもあんま出ないタイプなので。ああ、全然年々。いやでもあの私結構 YouTube とかで、うん、あのまあ過去の恵子さんの動画とか結構見るんですよ、私、うんうんうん、全然あの優美ですよ。22、23の頃の多分動画だと思うんですけど超優美ですよ。そう、ピンヒールでもうがっつりやられてた頃。でもピンヒールの時っていくつぐらいだろう。25、6じゃないか。うん、だと思います。前半とかだったと思う。 5とかかな、ピンヒール履き始めたの。でもその前はずっとぺったんこの靴を履いてて。あ、そうなんですね。うん、そう、だからあの少年っぽい方がいいのかなと思って。あ、じゃあちょうど今私その狭間にいるのかもしれない、うん、あ、これから出てくるおいでおいでこれから出てくるのかな出てくるのかな優美感みたいななんかこう歌を歌う時って、うんうん、結構足の裏って大事なイメージがあって、うんうんうん、ピンヒールだと完全にこんな状態じゃないですか、足が、うんうん、つま先立ちだよね。それでよくその通常通りの声が出るなっていうのが分かんなくて。だからなんだろう、私もなんで出てるんだか分かんなんだろうな。私あのあんまりボイトレとかあの、うんうん、好きじゃないっていう言い方あれだな、あまりあの正直に、うん、やってきたけど、いや、やってないんだよ。行くんだよ、一応あの紹介してもらって行ったりするんだけど、一回でやめちゃうんだよね、うん、なんかあの違うなとかって思って。で、なんでかっていうと、こう足のこの、なんていうの、歩幅とかさ、はいはいはい、それからあの体重の乗っけ方とかさ教えられるじゃないか、はい、そんな状態で打たなきゃ打たないもんって思って、はいはい、それでやめちゃうんだよ。だってずっとさ、あのちょっといいですか、こういう状態でこういう状態でロックって歌いますかみんなってなんとかだーみたいにやんないじゃん。だからそういう風にやると多分楽なんだと思うんだけど、歌は、うんうんうん、ただそういう風にやって歌うことってないじゃん、基本。そうですね、もうガーッとかってね、うんうんうん、
っていう感じだから結局それをやっても無意味かなとか思って、それで行かないでここまで来ちゃったから、うん、いやだからなんかこう私レコーディングとかするとき、うんうん、とにかくラフにしたいんで、うんうんうん、裸足とかで歌うんですよ、うん、あその気持ちわかる、わかりますよ、ね、だからピンヒールが難しく思うんです、すごく同じじゃないなって、レコーディングができるんだ、うん、でもライブがそれで実現できるわけじゃないですか、両方できちゃってます、はい、私寝ながら歌ったりもするの、それも私は結構苦しくなります、あ、そう、はい、レコーディングで座ってだからレコーディングで、ライブの時も寝転がってゴロゴロしながら歌ってる、 あとね、走って歌ってる時が楽えあの踏ん張ってるよりもスキップしながら歌ってる時のがすっごい楽、こんなに個人差ってあるのかなっていうまあまあ体それぞれですけど、でも歌ってこう人間誰しもが歌おうと思えば歌えるものじゃないですか、でもこんなになんかこう楽だと思うところが人それぞれ違うっていうのは、そうだよね、意外ですね、なんか動いてほら宙に舞ってる時ってさ、なんかこうなんていうのすごいジャンプ力でこうスキップしてるんですよねそうだからなんか本当に走ってる時とか、はい、だからそのなんていうのかな、こう歌うぞってなると、あーなるほど、ああなんていうの、こう歌のモードに入るじゃん、はい、私歌のモード入るの嫌いなんだよね、あそれはうん分かります、その気持ちは分かります、うんうん、でもあのそれの分散の仕方が多分それぞれ違うということで昔からでも言われてたから、なんか前半調子悪くても後半になるにつれて声が出てくるねとかってよく言われてましたよね、レコーディングスタッフとかにも、うん、じゃあちょっと同じタイプかもしれない、うん、だからだんだんエンジンかかっていくって感じでしょそうなんですよね。